どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それではテイルズオブクレストリアガチャ引いていきたいと思います。はいはい、リリースから初のイベントが始まりました。でそのイベントに合わせて召喚がね、来たわけです。はい、プレミアム召喚ということで、カノンノとベイグの、まあ夏といえばという感じですよね。水着のね、で可愛らしい感じの水着と、あとベイブのこうちょっとイケメンな感じの爽やかな、いいね、なかなかいいよね。かっこいいっていうね、2体のプレミアム召喚、噛んじゃった、が来ましたと、でなわけでまあ回そうかなと思うわけですよ。はい、で7980あるんですけど、まあ20連引いていこうかなと思ってます。はい、早速じゃあ行くよ。はい、よし、さあ、いまいちねこのゲームの確定演出がよく分かってないから、4だといいけど、そう、ここでもう一回虹になってくれるとよかったのだが、ならなかった。はい、ああガイ、ああジョニー・シデン懐かしいな。琥珀俺持ってるよね。持ってるな多分。ああマリック、あでも琥珀もでも そしたらあれだね、限界突破できるはず。限界突破覚醒か。覚醒。一人の仲間として扱ってくれ。ああやって変わる時があるんだね。ね。やっぱりね。フレンド。ああザビーだね。ザビーダも多分初ゲットですね。俺はザビーダ、戦いの極意ってのを手取り足取り教えてやるよ。女の子限定でな。おおいいね。おやったぜ、やった、ね、1体 SSR ゲット。さあじゃあ続けてラストということでね、ラストやっていきましょう。いいのいいのいいのかい。いいんじゃない。さて、これもう一回、もう一踏ん張り、もう一輝き。あ、一個しかない。金が一個しかない。これはダメかもしれぬ。おじさん。おじさんこれはダメなのかもしれない。もう。出たからな。そうだな。さっき SSR 出たからなんかこう、って言いづらいところもあるしな。なあ。でもあれがまた虹色に光ってくれる説。最後。はなかった。プレセが。残念。残念。いやもうじゃあもう10連いっちゃうか。いっちゃう？いっちゃおうか、せっかく初イベントだしね、もう行きましょう。はい、これで爆死しちゃったりして、いやそんなはずない。来てほしい、来てほしい、出るはず、出てくれ、お願いだ。虹色、そっからもう一頑張り。お願い頑張って。あ来た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 、虹色だ、いますね。いいですよ。あ、いきなり。あれ？あれ？あ、知ってる。知ってるな。知ってる。かぶった。
かぶったな。かぶった。まあ覚醒できるからいいけど、あれ俺ピックアップ引いてたよね。うん、イベントガチャ召喚引いたはずなんだが、おかしいな。金を残してるな、随分。もう、おお、かゆいですね。ほうほうほう。あー、ルーティーニュー、ニュー。私、ルーティーカトレット。まあ、とりあえずよろしくってことで。はい、よろしくお願いします。これが虹になったりはしないよね。あ、レイヤーも初めてか。ニュー。ニュー。私はレイヤーロランド。よろしくね。うん。一人じゃ無理かもってことも、誰かと一生懸命頑張ったら、全部大丈夫だと思うんだ。だから、あなたと私で頑張っちゃおう。お。はい。いやー、そうか。いや、でも。でも、2体出ましたからね。SSR30 連してね、うん、まあなかなかね、ピックアップと言われてるやつがそんなさっと出てくることもなかなかないですから、うん、まあまあでもこれはこれで良かったと思いましょう、はい、そしてこれからも育てていこうと思いますよ、はいはい、3体じゃなかった SSR 2体だっけ。2体だった気がする。うん、だってジュディスと、あ、ジュディスじゃない、ジュードとあと琥珀が出てはずだから、うん、SR は結構新キャラまた手に入りましたからね、いろいろ育っていこうと思います。はい、はい、じゃあ今回はここまでで、最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。